しょしょ。ここはどこでしょう。こんにちは。こんにちは。お世話になります。山口家でございますけれどもね。今日はちょっとアシスタントのうどんさんなんですけど、たまにねアシスタントしてくれますけれども、うん、今日はねちょっとコンサドーレの動画じゃないんですけど、はい、まあ、現地観戦試合の動画ということで、やった、こちらです。どこかわかるかな。あそこに城が見えるか。ちっちゃくねちょこんで。かわいいな。ちょこんって見えるね。あと FC 岐阜の試合をまた見に来ました。やったー、まあ、以前ね半年前ぐらい、うん、岐阜の動画上げて、なんかめっちゃ岐阜、次はね岐阜に来てくださいと話があったし、コメントをねもらってね、ま、そうそうそう、今週はねコンサドーレの試合もないので来てみました。来てみました。すごい、あそこなんかプール水泳かな、水泳できるんだよね、電光掲示板サッカー、ちょっと見えるかな、あの色がさドブすぎてさね、ドブすぎちょっと映ってるか分かんないな。あでもちょっと映ってるわ。であとみんなの FC 岐阜の旗も出てるね。本当ですね、みんなの FC ででんで、うどんさんの出身が岐阜県ということで、はい、そうなんです。いろいろね岐阜についての質問は、はい、岐阜っ子です。そう、まあ、これ見てる見ていただく方も結構岐阜っ子の皆さん、そうだね、見ていただく方と思うんですけど、あ待って、あれ待って、選手になれる。選手になれる、選手になれるやつあるね。ということでここは岐阜長良川球技場、競技場というところです、うん、岐阜メモリアルセンターっていう中にある、そうそうそう、いろんな施設があるそうらしいですね、うん、他のスポーツもねできるんだよ。あそうなんだ、あの頭はめれるんじゃない、やってきな、そういうことか、うん、高いって背高い。ちょっと違うかな。今日はちなみに、ね、ここですから、相手因縁かわかんない、岩手グルージョ盛岡。だから札幌サポーターさん的にはやっぱ西大悟選手を見に来てるわけですね、うん、まあそうだね、大悟好きだからね。大悟小札幌だから、大悟見に来ました。いやいや、でも私は岐阜校でもあるから、すごい葛藤の試合なんだよね今日は。岐阜を応援するかつ大悟も見に行く、まあ、桜選手もね、今日ベンチ外でいますから。今日はねちょっとだけ雨降ってますけど、屋根付きなんでファンクラブにめっちゃ入れます。夢パスね、夢パス、子供が無料なんだよ試合。あ、子供無料なんや、すげえな。ちょっとキズール可愛くなりすぎたやつね。グルージャの、ね、グルージャのゆるキャラ。お、ポテチ負けついてる、いいね。俺結構岐阜の試合見に行くことになりそうだから、ユニフォームワンチャン買おうかなって思ってるんだけど。え、あり、うん、あり。4400円か。あ、これなんかいいね、かわいい、ちょうどいい、ゆるくて、うん、ウイスキーモナカ、ウイスキーのボトルになってる。いただきます。え、早く食いてということで、こちらがご飯ゾーン、スタグルゾーンです。結構でかいねこっちも、規模広い、うん、楽しみです。柏木さん、そう、柏木選手いるかもしれない、アンバサダーですから。そう、彼すごい日本のこと大好き。嬉しい。もっとやれたと思ったけどな、そうだ、ね、現役全然やれたけどな、ちょうど去年引退しちゃって、ね、余力を残して引退した、うん、岐阜の皆さんはどう思ってますかね。嬉しいだろうね、大好き、大好き、ありすぎて、五平餅絶対食べて、五平餅結構食べたけどな昔、甘辛の、ね、うん、味噌、おおすごい、多いわ、ひだ 牛いい、あれ食べたいわ、ひだ牛食べたすぎる、食べたくなる。うん、すごい、牛ホホ肉赤ワイン。とりあえずもう、あ、じゃあ、あれ陽介の話してたら10秒後ぐらいに陽介とすれ違ったの。マジで。え、ちょっと今陽介とすれ違った。え、回してた、痛ない、思いっきり痛ない今、陽介陽介とすれ違っちゃった、うん、挨拶しちゃった、うん、普通にいるんだ、普通に歩いてた。マジか、びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりした。あ、よかった、嬉しい、反応遅かった。牛筋カレーうどん、カレーうどん、うどんちゃん、ね、お箸がすごいんですよね。本当だ、これすごくない。岐阜の FC 岐阜箸、粋だね、粋な計らい、はい、ジビエ、鹿肉、バーガー、
鹿肉はね北海道でも食べれるけど岐阜でも食べれるんですね。ジビエ有名だから。あ、そうなんですね、うん、これも買います。まあ、ポテト定番ですからね。五平餅、五平餅は、五平餅ね、五平餅は白川郷とかでも食べがち。これは、ね、東海で食べがち。岐阜来たらマジ絶対食べろ、うん、来るね。どう、今日の意気込みは？やはり岐阜は J2 プレーオフっていうのも視野に入ってる、うん、優勝ね、優勝、はい、優勝、うん、まあ、俺の住んでる FC 大阪との対決も、まあ、互角だったということで、うんうん、まあ、かなり上位に食い込める可能性高いんじゃないかなと思ってまして、ね、まあ、逆にウルジャ盛岡はなかなかね厳しい位置にはいますけれども、大吾選手がねいることによってやっぱ後半の巻き返しっていうのが期待だね。大吾、大吾、大吾、定番でしょやっぱりこれ。長いポテトこれ食べない始まらんからスポーツ観戦だそうです、うん、じゃあ入っていきましょう。はい、国域に乗車して約12分、北洋道鈴木菓子店様。2024年にリレーションシップパートナーに初加盟。お菓子がいろいろ並べられているんですけれども、一目置いたのがこのウイスキーモナカです。かなりね歓迎していただいて本当にありがとうございます。お、もう選手到着してますね。アップしてます。大悟、大悟、大悟、おる、大悟、おる、もしかぶってる人早いな見つけんの。いや、大悟じゃない、水のスパイクの人。こちらが長良川競技場、こっちがブルージャ盛岡、こっちが FC 岐阜ですね。岐阜サポーター熱い、めっちゃ熱いブルージャサポーター、あ、15人ぐらいいるかな。背番号8、湯気翼、湯気っていうかっこいいね。背番号17、新里亮、背番号18、宮市剛、背番号20、パパパパチ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 、大悟、大悟、背番号21、稲葉嵐、かっけー稲葉嵐や。ブルージャ盛岡リハトーク、皆さんありがとうございました。イエーイ、ボランティアのみんな。そして大悟相変わらずあの帽子かぶってるね。ラッピングタクシー贈呈式を行います。ラッピングタクシーなんてあった。これがギフティーか、なんかポンチョみたいなの着てるけど、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる、うん、この人も企業へ。かわいい、すごいよこの席、岐阜城見えますからね。まあ、あのゴール裏の結束力えぐいよ、うん、ここが都ホテルらしいんですけど、多分選手はここに泊まってるんじゃないかという。でポルノグラフィティもここに泊まったっていうやつね。多分ね、スピッツも泊まってると。スピッツも泊まってる、すげえホテルやん。ホテルの隣のさ、グレーのガラス張りの建物、はいはい、そこが国際会議場って言ってライブ会場とか、ね、なんか発表とかそういうのをする場で、うん、で岐阜のライブってなると大体あそこでやるから、そのホテルに泊まるよね。泊まるっていう、あれ、これね、向こう側がちょうど今見えないけど長良川っていう。あ、大悟内周、大悟内周長良川の話めっちゃ遮られる。ごめんごめんいやいいね、岐阜の応援好きだよマジで。あれあれ岐阜あれ、おお、すごいぞこっちも。おお、ライブ会場金銀マドレーヌ、金銀マドレーヌで金と銀、本当に見た目は一緒やね。めっちゃうまそうだわぞ、かっけーぞ、イエー、やばい燃える MC めっちゃいい。あ、来た、何このシステマティックな、あ、模擬集、模擬集、クリシュート、セレッソだよね元ね。そうなの、うん、ラップ、あ、カイ君、カイ君ね、カイ君、FC 東京から、唐突なっちゃった。おい、荒木さん、荒木くんも撮ってたよね、なんか。あ、この人何、男前、女子選手、11番、あ、かっこいい、11番、女子選手、あ、ムーンさん、イエーイ、北
朝鮮代表、この間試合出てたよね。でしたね、後半から。今年は何か違うぞ、共に強いよ、雰囲気強いチーム、背番号12サポーター、イエーイイエーイ。大悟なんか指出してる、なんか指出してる、指出してる、指出してる、なんか、あ、恋ダンスしてる、あれじゃない、遠近法測ってんじゃないの。あ、そうね、恋、うん、ダンスしてる、違うでしょ笑ってます。大悟笑顔。遠近法してるわ。誰さんだろう、1点目。いやでも落とし上手かったな、うん、ただいまの得点、この人、この人の落としがめっちゃ上手い。藤岡康介、あ、藤岡、あ、藤岡選手、いやすげえ、開始5分6分、いやすごいわ。かわいい、ヒッフィーです。ヒッフィーかわいい、イエーイ、ホラミー的なエンターテインメント、かわいい、めっちゃかわいい、イチゴ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、オフィシャルエクイプメントパートナー、アディダスジャパン、頑張って。はい、ハーフタイムの感想、前半戦終えてどうですか。前半戦終えました、オフィシャルトップパートナーはじゃーん、ラララララやってますけれども、ジェリーのテーマね、ジェリーズスイム流れてますけど、もう国家より聞いたかった1対0、はい、うん、藤岡くんの6分の得点、うん、いや綺麗だったね。あ、でも岐阜もっと取れたな。いや決定機は結構あった、確かに、だし上がるの超早い、超早い、気づいたら前にボールが供給されてる、これこそ超攻撃的、この位置だったもんね、ボールがね。シンジさんや、え、どこ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 、まさかここでシンジさんの映像が流れるとは思わなかった。そうやな、シンジさんの映像、多分ダゾーンのね番組やるんだわ。ほら、このシンジかけるダゾーン、あれギフちゃんでもさ CM してたわ。あ、マジで、うん、なんか卒業式始まる。 FM ギフの FC ギフ応援ラジオ番組、なんか FC ギフロードスピードリーグの MC を務めるいやお疲れ様でした。ということでね、後半始まりますね。まだねスコア的には 0-1 なんで、まあ岐阜はねかなり リードはしてますけど、展開的にもねまだ何が起こるか分かんないですね。ということで後半に期待しましょう。まあどっちをね、どっちのチームも応援してるんですけどね。チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。まだ最後チャンスあるぞ、ブルージャー、大悟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 、いいよ、大悟とりあえず入れろ、いけ、お、いける、いける、あーあーあー、試合終了。最後最後、頑張って頑張って近い最後。そして今日の3ゴールで、合計今シーズン6点目、すごい早っ、あれ言っていいですか、もう一回現時点得点王です。イエーイ、次も点取ります。おお、心強いね。本日のヒーロー藤岡康介選手でした。イエーイ、あー腰、うん、
内向的なやつか、うん、勝ったとこもったんだ、ね、この中にこう練り混ぜていただきます、はい、なるほど甘いもの苦手な人ほど好きかもしれない。あんこの甘み、ウイスキーの苦みと独特の風味で抑えてくれてる、塩梅がマジでちょうどいいめっちゃうまい。これ全部俺の痛かったこと言ってるからということでお疲れ様でした。イエーイ。いや結果は3対1でね、岐阜の勝利でしたけれどもね、まあ最後ね、大吾選手も皆さん映像で見たと思いますけどちゃんとご挨拶できましたお疲れ様でしたと言えました ね、まあ、大吾めっちゃ起点になった。そうだよね、ちゃんとさ、こう指示も出したりスパッ出したりマジで欠かせない選手、うん、一方で岐阜はめっちゃ強い。いやすごかった。これこそ超攻撃的、うん、もうとにかく前に前にっていうのと、うん、つながるよね、パスが。パスつながるね早いし、シンプルな、うん、シンプルなサッカーなんだけど、うん、J3 レベルはかなり超えてるかなっていう正直感じだった。いや今年は優勝だよ、うん、優勝して、まあ、J3 今年プレーオフもありますから、うん、まあ、上位6位以内に入れば可能性ありますから、うんうん、いや優勝だね、うん、私は優勝だと思うFC 大阪もね、岐阜もブルージョンも頑張ってください、うん、はい、暑いです今年は J3 ね、目が離せないというか、はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございます。普段コンサドーレの動画上げてますので、うん、そっちもご覧ください。バイバーイ。